株式会社マイズル百貨店は佐賀県を営業基盤とするスーパーマーケットマイズルマイズルナイン等の運営企業である本社は佐賀県唐津市 CGC グループに加盟する地元密着型のスーパーで店舗を道県唐津市玄海町タクシーに展開しているマイズル本店ショッピングプラザ唐津市東松浦郡タクシーコンビニエンス店舗 それへは、ひまわりのフランス語読み。唐津市南城内、大手口センタービル2階に入居。店名はマイズル、百貨店の前身となった、木下愛文道書店に由来する。マイズル、百貨店本店閉店後の建物、ひまわり東、唐津店。マイズル、百貨店の事業遠隔マイズル、百貨店。2021年8月19日閲覧。 ABCD、A, B, C, D, 1999年版日本スーパーメーカン、株式会社商業会、1998年11月20日。マイズル39、2021年9月30日閉店から、マイズル、百貨店の期間店、跡地に、平屋の新店舗建設へ。都商圏ニュース、2021年8月19日閲覧。 マイズル999、2023年春、新層9月に閉店、現地建て替え高齢化社会見据え、平屋建て複合店舗に、佐賀新聞リブ、2021年8月19日、閲覧。マイズル39店舗再開発のお知らせ。マイズル、百貨店。2021年10月13日、閲覧。ABC、ふるさと写真館。 51枚ずる、百貨店、大田祐介さん。佐賀新聞。ABC、唐津市、大手口センタービル完成中心街再生に期待。佐賀新聞。ありがとうございます。